パリ外国宣教会、パリ外国宣教会、パリ外国宣教会、略称 MEP はフランスのパリに本部を置くカトリック教会の男子、被災の宣教会。1653年にフランソワ・パリュラによって設立された宣教会で当初より東アジアの宣教を担当している。明治以降の日本のカトリック教会の再建に携わった。 パリミッション会とも呼ばれ、パリ外法、伝業会と訳されることもある。現在の日本管区長は、アントワンド・モンジュール。埼玉教区所沢教会の主任司祭との、兼任である。入会の条件はフランス語を母国語とする、カトリック司祭であることで、会員には、フランス人のタベルギー人、スイス人などがおり、近年は非フランス語圏のインド人。 韓国人とアジア系の入会も認められ、現在日本において、韓国人の司祭、宣教師も活動している。現在、同会の日本管区本部は、東京教区司教座制度の近くにあり、21世紀、初頭の現在も40名余りの会員が、北海道から九州までの日本全国で働いている。イエズス会士、アレクサンドル・ドゥロードは、 教皇アレクサンデル7世に支援されて、3人のフランス人司教、ピエール・ランベールドラモとフランソワ・パリュー、イニアス・コトランディラを含む総勢17名をアジア布教に出発させた。彼らが宣教会の事実上の創設者であった。宣教会の布教本部はタイのアユタヤにあった。当初はトンキン、コーチ・シナ、カンボジア、タイ、 中国の一部で布教を行った。1663年、宣教師志願者を確保するために、パリのバック通りに、外国宣教新学校が設立され、教皇アレクサンデル7世から承認され、フランス政府の法的認可を受けた。当初は、修道会でも、教団でもなく、会員である司祭は、福音宣教賞、1622年に、教皇グレゴリウス15世によって、 設立の枠組みの中で布教活動をするものであった。1710年、選挙会の規則が確立された。18世紀前半、イエズス会がインド布教の担当を禁止されると、選挙会が代わって担当した。1776年、イエズス会が南インド布教から解任されると、その布教を引き継ぐ。宣教会の布教活動は、 インドシナやインドにおけるフランスの商業活動の先兵でもあった。不況の成果は上がったが、フランス革命で一時頓挫した。19世紀に福音宣教省の財政支援で宣教会は活動を再開した。1840年、宣教師になれるのは司祭だけであったが、神学校生徒でも可能になった。教皇グレゴリウス16世は、 1831年に朝鮮と日本、1838年に満州、1841年にマレー、1846年にチベットとアッサムにおける布教を選挙会に任せた。教皇ピウス九世は、1849年に中国のさらなる一部と1855年にビルマ、教皇ピウス十二世は、1952年にハワイと、 台湾における不況を命じた。しかし、不況の過程で中国、ビルマ、ベトナム、カンボジア、ラオスからは追放された。殉教する者は多く、宣教師への迫害事件が新聞、雑誌、書籍によって描かれ、ヨーロッパ諸国の国民感情に訴え、これが高知市など中国へのさらなる宗教的、商業的、軍事的介入を正当化し、 侵略と植民地化への国民的な合意を形成することに貢献した。1917年、教会法が改正され、選挙会は、司祭の教会であることをやめ、在属司祭で構成された宗教団体となった。選挙会は17世紀以来、4500人の司祭をアジアに派遣している。日本は17世紀以来、弾圧が徹底し、 不況の術がなかったが、状況が変わり始めたため、1831年に、福音宣教省の委託により、パリ外国宣教会は日本へ再宣教の準備を開始した。1844年、高下元年、テオドール・オギスタン、フォルカード神父が琉球に入り、日本語を勉強しながら、日本入国の機会を狙った。1858年、安政五年、幕府は、米、英 ラン、ロ、フッツゴカ国と修行通商条約を締結し、外国人居留地内に限っての境界建設を認めた。これを受けて1859年9月、横浜にセラファンジラール神父が上陸。1863年にルイ・テオドル・フューレ神父が長崎に赴いた。1864年、現時元年12月29日、長崎に大浦天主堂を完成し、 フューレ神父に代わって天守堂を完成させたベルナール・プティジャン神父が初代主任主催となった。その3ヶ月後の翌1865年、慶応元年イサベリナ、杉本ユリラ、長崎浦上村の隠れキリシタンたちがフランス寺と呼ばれた同天守堂を訪れて信仰を告白し、隠れキリシタンたちの存在が明らかになった。 このニュースは250年間の迫害を超えたキリシタン発見として世界に大きな驚きをもって伝えられた。翌年、プティジャンは再選挙後初の日本司教となった大村天主堂は1933年昭和8年に旧国宝保存法による国宝に指定され、1953年昭和28年に日本最古の西洋建築として、 文化財保護法による国法に指定された。ベトナム、李氏朝鮮、シンなどへも宣教師を送り出している。特に、ピエール・ピニョーは、元朝建国に関わったことで有名となったが、彼の死後誕生した元朝では、キリスト教は弾圧され、多くの宣教師が殉教した。同様に、キリスト教を弾圧していた李氏朝鮮、清においても多くの宣教師が殉教している。日野虎教国など、 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。